するぐらいなら全一に出資するって言われました。で合計ケンさんは出資してくれなかったんだけど10万。いや、おかんじゃない、おかんじゃない。11月11日は佐賀行くの。まあ、もう、まあ、行くと生きてればな。入院してなかったり。春井さんとか、春井さん今家だよ。家だよ、家。今あった。多分誰か動画あげるよ、これ。吉江さんも、うん、元気そうだったよ。この内容で10万くさ。そんなん体調悪いの？いや、めちゃくちゃ悪いよ。あ、風船ありがとうございます。ちょっと花火上がったら吉江さんのとこ行って、あの、オメガやってもらうか。走って行って。吉江さん、ちょっとオメガやってもらっていいですかって。広角レンズ、いや、これ広角レンズつけてない、なんかね、ちょっとさ、濁ってるでしょ。これなんでかわかんないんだよ。もしかしたらフィルムがあの傷ついてるからかな。大原誠二とはタメじゃない。俺が一個上だと思う。言えないって言うか、別に言ってもいいのかもしれないけど、言ったって分かんないよ、リスナーさん。でもよかった、春さんと会えて喋れて。あいつ結構器でかいな。お前はムカつくとかって言いながらもちゃんと喋ってくれたもんな。なんて言ってたって、いや、だからいろいろあったけど、まあ反省してるっぽかったな。さすがに懲りたっていうか、まあ、反省してるか分かんない、懲りてやったな、まだ食べられないんですか。食べられない、全然食べてない飯。痩せてた、いや、お腹ぽっこりしてた。今来た、慎吾に会えた、会えた、会えた、あいつよく寝てるし、よく食ってる、絶対寝てないアピール、はい、カメラ回すと寝れてないアピールするけど、よかった。なんかね、いいことずっとなかったけど、久しぶりによかった、今日は。飲んで震え止まりましたか。こう缶とか持つよ、こう。これわざとじゃないからね。遠かったよ。林さん、今日止めてくんないかな。
分かった、どれぐらい話して15分ぐらい20分ぐらい電車で帰るの、いや、うん、分かんないけど、うん、まあ、今日はどっかこの辺で泊まれるとこだったら泊まってこうかなと思う。せっかく来たし、あの涼しいしね、なんかいい時期だよ。久しぶりに来たし、いつぶりだ前に来たのっていつだっけ。 PPAP の時、 PPAP 以来、取れたか足りねえからもう一回ハルさん出てきてくんないかな。あ、俺でも今ハルさんブロックしてるんだもしハルさんがパチンコ屋に行ってて鳩が飛んだ時に俺の配信が見れないように、ハルさんは俺のことブロックしてるんだけど、俺もハルさんブロックしたんだよ、さっき野上駅に着いた時に。空気うまい、めちゃくちゃうまい、6年前でもそんなん来てないっけ。最後に会ったのは多分あれでしょ、キャスバーでしょ、塾と一緒に。あの時もこれ着てたよ、ディーゼルのこれで、しかも脇汗がすごくて、あの時春日さん家の前で、これ映すと悪いかなと思う。あの時も塾は許したけどお前は許さないって言われたどんだけ嫌いなんだよ。顔汚い。だから昨日の0時に奈良出て、で俺が担当したのはね、何時ぐらいかな、1時ぐらいから、ちょうどね静岡浜松からどこまで、新富士までかな、新富士ぐらいまで運転したのかな、1時間半ぐらいで、ほとんど寝てないから、ほとんどって全く寝てないから、あの離脱症状とその寝てないので変な汗かいてるの。これ録画明日じゃないとできないけど、いや俺も YouTube、 自分の YouTube にアップすると思うけど、多分誰かあげるよ先に、あの関森チャンネルの人が絶対あげると思う。あの人俺にだってメール送ってきたもん、あのアップしていいですかって。虫が、ハイプリさん連絡してこないから分かんない。PPAP ちょうどここで踊ったんだよ、ここで、あの塾と善一と3人で、うん、ニコ生のノリで来んじゃねえってハリさんに怒られてあそこが出てきてな、あそこが出てきて、うん、お前らニコ生のノリで来るんじゃねえとかって言ってすげえ怒られて、もうしょうがないからここで PPAP とあの恋ダンス恋ダンスは踊られ やるかやらないかってやらずに書いたんだっけ。汚いな本当の顔だから、本当に今ねベトベトなん、髪の毛ももうベトベト。警察向かってると、警察来たら、まあ、YouTube も変わるわ、もうふわち落とされちゃうから。安く泊まれるとこないかなこの辺。熊谷まで行かなきゃないかな。
めちゃくちゃ痩せたと思う。測ってないから分かんないけど、いや10万あるだって10万しかないからね。でも本当にいつだ、金曜日木曜日金曜日かキャッシングしたじゃん20万、あれ1日で溶かした全部、てかそれ以上溶かした。どうしたらいいんだろう。あでさ、春井さんがさ、春井さんってまあ親不孝のこのネット界の親不孝の代表じゃん。でもな、俺ももう人のこと言えないんだよ。話すけどさ、昨日ね、その昨日の12時、夜中の12時に奈良出てきたんだけど、昨日の昼間にね、あの奈良の家にね、あの京畑のあそこにおかん来たんだよ突然。で俺寝てて、でなんか外でなんか声が聞こえるなとか思ったけど、うんとかって思いながら寝てて、そしたらガチャって鍵が開いたんだよ。でクリさんも同伴で、でクリさんが鍵開けて、でおかん入ってきて、で俺上半身裸でズボンを履いてたんだけど、で何勝手に来てんのとかって言って、でクリさんもそれルール違反でしょとかって言って、いや分かった外で待っててって言って外に出したんだよ。分かったから外で待っててって。でうちってあの古い家だから、このガラガラガラのあれなんだけど、その合鍵で開けられちゃうんだけど、古い家のさ、このガラガラってさ、なんかネジみたいなのがあるじゃん下の方に。でそこにネジ締めて、で籠城した、で、まあ、帰ってった。で俺それはねさすがにやりすぎたかやなとかって思うんだよ。多分なんか心配してきたんだよ。だから俺もハリスのこと言えないんで普通に。お前いくつだ、41歳。いやもう返したのってか、もうそのまま帰ってたと思う。もうだからもうそのまま俺部屋から出なかったから、外も見てないし、だからどういう風になったか分かんないけど、まあ、帰って、このどうだろうな、2ヶ月ぐらいかな、俺 LINE とか知らないから、親のそのショートメールが俺50件未読になってるの、全部母親。だから俺もね大概ゴミだとは思う。な親不孝度で言ったらもう本当春日さんほどじゃないけど、まあ、春日さんにもうす並んでしまうかもしれない。だからさすがにね、俺そのだからこの2ヶ月ぐらいその全部未読だから 何が書いてあるか見てないんだよほとんど。そのなんかポップアップみたいなの出てきて見えたこととかはあるけど、もう全く見てないけど、さすがに一言だけ返事返しといて、昨日はせっかく来てくれたのにごめんなさいって、まあ、もう生まれてきてごめんなさいなんだけど、
お前逃げ癖やばいな。だから俺ね似てんだよな、ハリさんに。ハリさんも逃げ癖ひどいでしょ、逃げ回るでしょ。会社とかでもそうなんだよ、メール開かない、上司からのメール開かない。開くとなんか指示とか来てるから、うん、まあ筒井からのメールとかな、うん、指示が来てるから開かない。見なきゃ正解と思う。それちょっと逃げ癖あるな。玄関でうんこしたら、あそうだ、うんこ食ってもらわなきゃ。じゃあだからみんな発達障害だよ、善一だってそうだし、ハリさんだってそうだし、俺もみんな発達障害だよ多分。だって俺じっとしてられないのとかあるもん、うん、あとなんかこだわり強かったりね。マック行ったら照り焼きマックバーガーしか頼まないし、吉牛行ったら牛丼しか頼まないし、 CD 買ったら4番ばっかり聞くとか、そんな感じ。だから昔から発達障害の気はあるの、自分で。今振り返ってみるとね、まあ、当時俺が子供の頃そんなのは発達障害なんていう名前つかなかったと思うけど、今現代のその精神医学の中で分類すると多分発達障害だと思う。慎吾は同居してるからある意味親孝行。本当にか？俺吉江さん、俺社会福祉主事持ってるからさ、あの相談員の経験もあるし、あの世帯分離のとかさ、そのなんつうかな、ネグレクトの話とか してこようか今から。まあどっちにしろな、これでもう吉江さん75歳だから、まず健康保険はもう分離されるからね。クリさんごめん、もう手が震えちゃってさ。そう、後期高齢者、社会福祉士じゃない、社会福祉主事と介護福祉士と認知症ケア専門士、あと普通自動車免許と普通自動二輪、あと英検4級。いや多分な、俺もハリさんに会うのこれ最後だから、多分、うん、桜が次見れるか分かんないから、桜が咲く頃にまた俺を思い出してほしい。慎吾さんはな、プロ配信者だよ。長トロ本当な、うん、静かで。クリさん、これいくらで買う？まあ、最悪。あとな、あのてんてんが金出したとかって言って、あのな、適当なことな書くなよ。吉江さんが出したって、全部っていうか着手金は。だからそのハルヒさんにもバカにされるんだよ、タヌキたちは適当なこと書いてって。俺も適当なこといっぱい書かれるからな。
だってテンテンさん俺も枠に来たけど 金出したとは一言も言ってなかったからね。弁護士はついたって言ってたけど、それが一人歩きしてあのテンテンが金出したっていうふうに。だから そんなんだからダメなんだよそれ。あとあれぞ、この10月1日からそのプロバイダーの改正プロバイダーなんとか情報開示が安易になったからね。だからってお前みたいなやつが震えて眠れっつってんだよ。ハルシさんに訴えられるぞ。俺のタヌキ今何人いる？ハリさんのタヌキは今朝からもう20人ずっと切ってるんだけど、しかも俺書き込めないしな、バンされてるから。展開する。いや今からおかわり買ってこようかと思って。フジマートだっけ、なんだっけ、なんかあるじゃん近くに。春日さんもう死境ないよ。死境もう死境のスレなくなったからね俺らのスレッド、うん、死境もうとっくになくなってるよ、うん、ニコ生 FX スレでしょ。あのもうとっくの昔もう1年前ぐらいなくなったんじゃない。マジかよって。だから見てないんだろ。もうないよ、とっくになくなってるから。あれあるだろ。ないよ、ないないない。え、一応あんの。次何すんの。いやもう夜になったらちょっと泊まるところないんで泊めてって春井さん頼もうかなと思ってる。まあ、もしくはパン子さん、長瀞の旅館取ったよっていうなんか神みたいなリスナーさんが現れるの待ってる。調整官調べたんだけど素泊まりとかないでしょ。まず一人で泊まれないみたいで、あそこ春さん会えた会えた、吉江さんにも会えた、ニースーさんと一緒に野宿しろって。でもこのあれだったら今の時期だったら野宿で、今日なんかめちゃくちゃいいよ今この時間。今何時？ちょっと時間わかる？今日の本当はね全員チームにも声かけようかと思ったんだよ。クリさんの狂犬発動させて全員チーム落ち込んでるし、どうせあれだろう仕事もしてない、ウーバーもやってないでしょ。今まだ12時前か。じゃあパルパルさんはちょっと俺のことをトップ俺じゃない、ハリさんのことをトップニュースで無事だったって。わずかだけど反省してる、節もあるしね。反省っていうか、まあ、懲りてるっていうか、けど所沢の件は絶対やっぱり俺が悪いって。でもあれそうかな、俺が悪い、いや俺も悪いところは確かにあるよ。でもそれはM さんの方に対して悪かったっていうのはあるけど、ハリさんに対して悪かったことは何一つないと思うんだけど。俺髪ベタベタないな。ハルヒさんはなんでとは言わなかったね。やる気がないみたいな。今はでも配信はするいずれするって言ってたよ。
いずれするけど、やったらまあ多分100万200万稼ぐぞ多分。だって今日すごい好感度上がったでしょ。もう地の底まで落ちてたからさ、好感度ちょっと好感度上がったでしょ。で俺がさ、また憎たらしいから、で憎たらしい俺にも一応対応したじゃん、ちゃんと。でもう好感度上がったことない、上がってたでしょ好感度。俺今配信やったらバンバン上がると思うよ。アイテム見て、俺17ポイントだぜ。なんだこのお菓子のクッキングって。これ無料アイテムすら投げられないっていう。これが無料じゃないのかな。いや絶対上がると思う。今やったら多分数万、まあ30分で数万上がると思う。なんか知らない人が頭下げてきたけど、リスナーかな、うん、正直いくら、いや上がるとは思ってないよ。俺嫌われてるから。ハリさんとパチ行くか。今毎日立ち回ってるって久しぶりに。ハリさんとパチンコ最後に行ったのはいつだろうな。大宮で、大宮の楽園。かな、多分。で駐車場にバック駐車できないから、俺がバック駐車したんだよ。いや分かった、もう一本買ってきてもうこれ終わっちゃうから、今度は春井さんの部屋の前で俺の声が聞こえるように配信しよう。俺は会いたい、もう一回。だってハルヒさん配信で一番最初の友達になったの俺だよ。いや俺は会いたい。違うよ、いや俺だよ。車掌の影響で配信を始めて、初めての配信タイトルはパンコさん塾講師さん友達になってくださいっていうタイトルだから、鈴宮ハルピン氏のコスプレで。だから俺が育ったようなもんなんだよ。あのモンスターを。分かった、花火が上がったら俺今から吉江さんにオメガやってくださいって頼みに行くわ。ちょっとすいません、ちょっとオメガ今花火が上がったんでオメガしてもらえますかって。とりあえずちょっとおかわり買ってきます。
あーちょっと、あと、あれどこだっけ？オメガ、オメガ、オメガ、お前が。ちょっと待って、ちょっと、てかさ、どっちだっけ、スーパー。アル中じゃないよ。ちょっととりあえず一回フジマート行って。もう俺今日ででもマジ飲まない。健康診断もあるし、健康診断っていうか、あの検査あるからね。あとまあ親にも心配もこれ以上かけられないし、うん、ちょっと投げた人もうちょっと待っててくださいね。ちょちょちょ、これで俺が離れた時にパチンコ行くから、きっと。そしたらヨシエノーマークになるから、ヨシエさん。あ、195353さん、もうブロックします、さよなら。バカだよな、それ天の邪君って言うなよ。だってお前奈良からお前遠くてちょっとしんどいんだわ。老けたよ、41歳だもん。春井さんだって36歳だぞ。もう俺らの全盛期は10年前だよ。大王さんとは連絡取ってないけど、二郎さんはまあ連絡取ってはないけど、前ちょっと話したよね。リスナーも年取ったよ。俺のリスナー層って40歳から50、60歳までが一番多いからね。あ、ラーメン屋がある。ドラッグストア席ちょっとごめんなさいね、ラジオン帰る、ちょっと買い出ししてきます。うせえやろって。まさかこれハリスさんち、初めて見る。ドラッグストア席なんて関西にはないよ。よしえが書いて、いや意外に便利いいんだよ。駅近いし、まあ、電車が1時間に1本か2本しかないけど、この隣スーパーもあるしね。
に鈴さん書いてた。上野で待ち合わせしてさ、長瀞まで2時間半ぐらい一緒にいたんだけどさ、まあ、電車の待ち時間とかも合わせるとほとんど喋らなかった最初ないろいろちょっと声かけたんだけど、まあ、みお互いアスペなんだろうなきっと。もう間が持たなかった。いや俺がだよ俺がだよ。いやいい人だったよニースさん。だって俺がさ急にオファーかけても、うん、心よく行きたいってで会ってね、うん、多分俺と一緒に行ってもハリスには会えませんよって言ったら、え何か秘策があったんじゃないんですかって言われて、うん、秘策はなかったんだけど、まあ、俺卑怯なんだけどさっきも言ったみたいにニーと鈴木さんを盾にするために、俺一人で行ったら絶対ハリスさん相手してくれないから、ID 使いますか？はい。297円でございます。こちらにタッチお願いいたします。あ、レシート結構です。はい、ありがとうございました。これで打ち止め。もうこれ以上飲んだら死んじゃうよ。飲んで震え止まった。止まった。警察呼ぶとかって言うんだよ。なんか俺が今なんか迷惑配信したか、誰も迷惑してないやん。金梅さんより症状わかんない。金梅さんと種類が違うと思う。あ、まあ肝臓は一緒だけど、俺は肝臓と膵臓だからね。ここ通っていけるんかな。
あ、俺でも肝硬変ではないけど、肝、あの肝脂、なんだっけ、脂肪肝に なってて、まあいつでもその肝硬変の予備軍と、あと膵臓がダメージを受けすぎてて、うん、やばいらしい。なんか膵臓はね削れてるらしいよ、もう。お前の雑談とのキスが俺そんなに嫌われることやってないと思うけど、でも今日ハリさんの好感度は上がったと思うよ。俺は実際会って好感度上がったもん。俺はまだまだ応援する人出てくるよ。欲しいな、ブルーシートが。てかね、ニースーさんがね電車の中でさ俺からちょっとずつ離れてくんだよ。多分脇が臭かったんだと思う。実際臭かったもん。俺と一緒のそこ座るんだけどね、ニースーさんちょっとずつ離れていくんだよ臭くて、多分臭くてだと思う。いや脇、まあ、他も臭かったかもしれない、うんうん、でもまあ特に脇が臭くて。やべえよな、もうなんか顔もなんか、ハリさんがそこにいるんで寝てるのかな。ああ、ハルさんと話がしたいな。許すじゃない、さっき会った。一緒にパチンコ行きたいな。エヴァだったり、うん、エヴァかなんかリゼロとか一緒に打ちたいな、並んで。でもハルさんな、出が立ちするからな、すぐ。こんな釘じゃ打てないよって、次の店行こうって。もうニースーさんは帰った。
3人はあの部屋入れないと思うんだよ多分。でも俺一人だったら入れると思う。ちなみに渚も連れてきてる。ちなみに春日さんにプレゼントするよも実は持ってきてる。いや洗濯済みだ、洗濯済み。帽子も持ってきてるよ。ホゲさん久しぶり。俺今日は春日さん出てくる、もう一回出てきて根負けするまでここにいるから。分かったよ、パンちゃんって。昔パンちゃんって呼ばれてたんだから俺、パンちゃんって。今じゃもうピーとすら言われなくなってきたけど、ピーだとポンちゃんなのか俺なのか分かんないしな。あー312号さん残念だったな。お前もう本当にどうするから。延長チケット10枚あるから。え、12号さんこんにちは。この後に及んで天の弱なコメントする人って別にもういらないから。俺の放送見なくていいから。タヌキで書いてろ。あ、スンさん風船ありがとう。なんで警察呼ぶんだよ。342、45さん、はい、終わりね。早く電車した方がいいとかそういうこと書くと、もう改正されたかね、10月1日から改正プロバイダーなんとか法であっという間に特定されるからね。そういうこと書くと死ねとか。いや、隠語で書いてもダメ、うん、相手に伝わったらもうダメだから、それアウトだから。そのお金あるの？だからもうそれが簡単にできちゃうようになったの？なるの？なったの？もう隠語って何？なんかあれだろ？サメ島しろって言ってサメ島ブロックしたら今度なんか水沢しろとかみたいな感じで R しろとか？それダメだから、アウトだから、それ通じないから。雑談と俺の雑談と俺ね見てないからねあんまり分かんないんだけど、もうさ
いっぱいありすぎるからアウトなのが。もう俺はあのスレ主をいつかやるつもりでいる。スレッド立ててるやつ。だいたいさ、春日さんのスレッドのさ、あの主もさ、心が狭すぎるぜ、うん、ちょっとさ冗談で今後春日さんのことを慎吾、じゃあ今後慎吾のことをカッパって書いたら裁判対象ですって書いたら、それでもうブロックだぜ。もうクソつまんないスレッドになっちゃうじゃん、そんなんじゃ。バンされたこと根に持ってる。俺もう5スレぐらい全部バンされてるから。しかも1回で一発バンだから。普段書かないからさ俺は。それさ、皮肉も込めて書いてるのに、今更カッパって書いたからって、なんかそれが誹謗中傷だっていう春日さんに対しての皮肉なのに、それが分かんないんだよ。だからあのスレ終わってるよもう。最近な、むせやすくなった。なんかいや、おじいちゃんになってきてるんだと思う。ビオフェルミンなんか持ってないもん俺。ハリさん会えた、会えた、会えたし話せた。で、今回の件はまだ終わってないけど、俺からしてね、ハリさんのことを知り尽くした俺からしたら、いや相当やっぱり懲りてて、まあ反省してるかどうかっていうのはちょっと微妙だけど、それはねだいぶ懲りてたよ。だからこれからのハリさんに乞うご期待だよ。まだまだ稼ぐよこの人は、俺と違って。弁護士も雇ったって。あとこっからどうやってあの向こうに許してもらうかじゃないの。いや、もう直前までやりたい放題やってたからな。でもね、これ何回も言ってるけど、その2年前の9月何日ぐらいだっけ、あれ25日ぐらい、ちょっと日にちまで覚えてないけど、これは恐ろしいインターネットですね。だけニコニコ生放送で春日さんがやった朝の9時ぐらいから猛烈にディスってたんだよ、 H さんのことで。俺その放送をリアルタイムで見てて、俺が一番最初に止めたからね春日さんを。てんてんさんでも ないよ。俺が一番最初に春日さんにショートメール送って、もうこれ以上やめとけって、えらいことになるぞって。実際えらいことになったやん。マジでやめとけって。それをやつに聞こえるように大声で言え。ハリさんパチンコ行こう。エヴァ、咳した、トゥンって言った。今トゥンって言った。
どっちだ。どうしたらいいんだろうな。いや最初に一回話してる、うん、玄関で吉江さんとも春さんともあとニースさんも一緒にこう話はした、うん、でもやっぱりね所沢がねだいぶ尾を引いてる。なんかもう YouTube 上がってるらしいよ多分、ね、その前半部分っていうか最初のところ。これ髪ワックスついてるんだけど、うん、ベタベタになってる、うん、昨日徹夜だったから関東まで来るのに。俺奈良から来てるから車でっていうかその俺の車じゃないけど東京まで。普段配信で悪口で、だから俺悪口なんか別に、まあ、でも春日さんってさ、同系になってこそ面白いじゃん。それ誰も突っ込まなかったらさ、みんなさ、春日さんの言ってること理解できないまま終わっちゃうよ。俺でも春日さんのあの、なんつうかラジオ配信が一番好きなの。ずーっと同じようなこと、ずーっと言ってるじゃん、ヒカキンがとか、はじめ社長があって。はじめ社長とかさ、ヒカキン、ヒカルとかってあれ小学校の低学年が見てんのよ大抵。もう高学年だったらもうヒカキン、はじめ社長絶対見ないよね。ヒカルがギリギリ引っかかるかもしれないけどヒカルすらもう引っかからない。小学生やみたいなあれ。だ YouTube だと YouTube スタジオで見れるんだけど多分彼らのそのデータ見ると多分そうなる。俺なんかだともう本当に中年層が多いんだけどで男は 95% ぐらいで。ハルさんパチンコ一緒に行かないかな。ハルさんに電話すれば電話しても出てくれないし俺携帯1個しか持ってないから。肌やばいよだからアルコール依存症だよ。見るよこの体この細さ多分体重47切ってるかもしれないもしかしたら。多分これで多分春日さんに会いに来れるのも最後だから体力的に。春日さんエヴァうち行こう。俺1万出すわ。
で乗り打ちしよう。これはな、もうちょっと行くと葉っぱが落ちてな、丸見えになるんだよ、ここ。結構スカスカだから、今さまだ生い茂ってるけど、これスカスカになって中が丸見えになるで、俺あの辺でよく正面してた、あの隅っこの方で止まった時な、何回か止まったことあるんだけど、あのなんだろう、吉江さんとか起こしたくないからそっから出て、夜中はその隅っこで正面してたよく。金なんかねえよ、アイテム見てんくれよ、お前。パチションしてた、夜な、吉江さん起こしてな、大騒ぎになるの嫌だったから、そっからなんか出て、その隅っこでおしっこしてた。ハリさんもな、意地張りすぎなんだよ。だってそもそもさ、俺とハリさんって喧嘩する理由がないんだよな。塾がさ、悪いんだよ。俺仲直りさせようとしただけなのに、なんか俺まで損切りされちゃったしさ。キャッシング20万も溶かした、速攻で溶かした。ある程度まとまったお金がないと無理だよ。いや俺も悪いところはあるけど、でも俺所沢の件は俺悪くないと思うんだけど、全然だって別にはめてないもんな。しかもカラオケ代半分出してないぜ、あいつ。半分じゃない、なんか全部俺がおごったことにするから、1万、カラオケ代が2軒行って1軒目が1万2000円ぐらいで、2軒目が1万4000円ぐらいだったので、俺は1万4000円払ってんの。まあほとんど同じぐらいなんだけど、ハリさん全部出すっつったのにな、マウント取るために。そうだ、所沢の件で一番悪いのは錦織だよな。あいつ詰めた方がいいよ。ハルさん、パチンコ行こう。いや俺謝るところ謝るからさ、その部屋の中でさ、もうくすぶってても光とか見ててもしょうがないやん。で俺許可取って一緒にさ、はい、対決やろうよ、もう。
はい、309号さんアウト。今日俺一番おしゃれな服着てきたんだよ。これこれディーゼルなの。ディーゼル、あ、花火、ちょ、花火さっき上がったんそりゃ、うん、あ、オメガ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 、アリさんやって一緒にオメガ、うん、吉江さん、吉江さんにないやるとまたあの家の中が揉めるの嫌なんだよな。今日中になるか、いや全然時間の制限はない。だから100日だってここにいるよ俺。え、パルパルは何、長友来てんの。ハルさん、ハルさん、ハルさんいるよ。だからさっき会ったんだよ。会ってる。うん。本当はパチンコ行こうと思ってたけど、もう行かなくなっちゃった。今さらな、ハルさんの心配したふりしたってな、大手が。ふわっつの小さい世界の。お前ら勝手に入ってくんなよ。小さい井の中の蛙でもがいてろよ。何がふわっちニュースだよ。そうなるな、全然誰も気にしてねえから。トースポ以下だよ、トースポ以下。あ、毎日12時にあんなもんをありがたがって見てるやつらみんな頭おかしいから。トースポ見ろ、トースポ。肩幅なんとかしようって。だから今からここでハルヒさんと俺が、ハルさんもドラゴンボール好きだろ、フュージョンってやったら俺ガリガリで、ハルさん小太りだからちょうどいいイケメンができるよな、ハルさん。警察なんて来ねえよ。実際来てないだろ、今何時間やってんだよなあ。警察が来る、警察が来るっつって警察なんか全然来ねえじゃねえか。406号さんもさ、この配信いつ面白くなるのって、もうさ、もうすり減ってのはさ、そのコメントいらないから、それで煽ったつもりなの。面白くなきゃ他の放送行けよ。でも春日さんがもしかしたら見れる、だから春日さんの放送は吉江がいつ来るかってのをみんな見てるだろ。今この放送は春日さんがいつ出てくるかみんな見てる。1ヶ月やってないんで、1ヶ月。大手は誰も来ないんだよ。何が大手だよ。なんで来ないんだよ。1430万円の裁判だよ。配信会史上では最高でしょ。なんで来ないんだよ。アホなんじゃないの。バカ王ってなあ。クレイジーパピオンとかなんだ、何だったっけ、
天然なんとか、天然パーマ、天然パーマとか、なんか群れてるだけやん。いや3人でみんなで行きゃいいやん。よっさんも行く行くっつって行かないじゃん。なんか保健所の車がいっぱい通ってんだけどさ、何回か3回ぐらいここ通ってるんだけど、いや今クラクションはあのすれ違うクラクション、保健所にマークされてるのか、なんか保健所ってなんか書いてある車がなんかこう通るんだけど、3回ぐらい通ってるんだけど、ここじゃ春さん保健所に、保健所のガス室だよ。ハリサの分の酒も買ってくるか。もうこれあと残り1本しかないけど、ハリサでもコーラの方がいいのか。あ、確かさ、なんか100円かなんか安いガン決まりできるコーラの自動販売機が近くにあるんでしょう。それ買ってご機嫌を取りながら、ハリサお酒飲めない、飲むとすぐ真っ赤になっちゃうから、ゲコだな。まあメロンソーダか、学校のことで、学校どこにあるのか分かんないけど、よくあのコーヒー買いに行くところはどこ。春さんがガン決まりできるところ。5万払ったらって5万なんか払えるわけねえだろ。俺も金ないんだよ。俺もリボあるし20万だけど、あれさん俺とカレー作ってくんないかな。モンちゃん、モンちゃんなんかナイスこじきだろ。イーストキャンペーンで春さん家行っただけだろ。俺と違うんだよ。俺は竹馬の友だから。春さんは痩せてなくて、あのぷっくらしてた。でも武将ひげにお腹ぽっこりだったけど、パルパルが信号ネタ、黙ってろデブ。慎吾の話しなきゃ閲覧もコメントも稼げないんだったら配信やめろデブ。毎日12時にお前の顔が出るたびにうざいんだよ。
なんかな、パルパルに取り上げられたら喜ぶ。俺どうかと思うよそれ。よっさんにディスられたらなんかステータス、クソやんそんなん。シンゴさんにディスられてみろよ。シンゴさんはな半端じゃねえから、プロレスなんかしねえから本身だから、常に常に抜いてくるから。てめえらふわっちでなあごっこ遊びしてんじゃねえよクソ。俺らニコ生からな10年以上前からなやってんだよ。電話してきても出れねえからな、配信中だから。でも出てもいいけどこっちの放送止まるぞ。俺はお前らと違って金がないから携帯1台しか持ってないんだよなあ、脱税デブ。ちょっと待って、ちょっと待って、あたんちになんか郵便物が来た。まさか裁判所からじゃん。あ、お疲れ様です。見に行った方がいい。信号、またなんか届いたよ。信号、なんか聞こえてくる気がする。あ、どうもお疲れ様です。じゃあ2本目行かせてもらいます。
俺は何本でも飲んでやるよ、ハルさんが出てくるまで。死んじゃうよこのままじゃ。俺この2年間で7回入院してんだからね、7回で。しかももう次はもう結構来てるから。試し行為だよこれが。何本でも飲んでやるよ、お前が出てくるまで俺は飲んでやる。でここに俺の墓標を立てればいいよ。これでこれでこう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 して俺の墓標を立てるがいい。何本でも飲んでやる、お前が根負けするまで。昔みたいにパンちゃんってもうやめときなよって言って、で一緒に掃除しよう部屋。パルパルが電話してる。デブの電話番号なんか知らねえよお前らな。普段な俺のこと無視してるくせに、閲覧はまあそこそこあるのにいつも無視してるくせに、炎上ニュースでも全部俺のこと無視してるだろう。普段無視してるくせに、てめえな都合のいい時だけ俺に頼るな、デブ。デブだけじゃねえぞ、あのツイッターとかでふわっちニュースとかなんかそれつけてるやついるだろう。な、閲覧が30、40のやつら取り上げてるくせに俺のこと取り上げないだろう。俺がロスカットされても取り上げねえだろう。調子のいい時だけすり寄ってくんじゃねえよデブ。なぜシンゴンち行かなかったデブ。しかもお前ホモらしいな。俺聞いたことあるぞ、ホモデブって。ホモデブってコメント見たことある。バカ。俺ゲイじゃないよ。あ、そうだ、ホモ大仏だ、ホモ大仏。なぎさもいますか。ちょっとね、酔ったわ、さすがに。これ内緒にしてたんだけど、クリさんと中目黒で別れてんのよ。で、1本飲んだよ。で、
中目黒から上野に行って上野で一本飲んだで熊谷まで移動して、熊谷で電車が30分、秩父鉄道ね、あんまりないから秩父鉄道30分ある時に、じゃあ自由行動っていう名目で2数3と分かれて2本飲んでる。でここに来てから1、2、3本目なだから、もう限界だよ。もうこれ以上飲めないよ。春日さんもう飲めないよ。もうヘロヘロよ俺。近所迷惑って名前きな、これが近所迷惑なんだよ。吉江の声が近所迷惑だ。とっくに見ろこの自然、近所なんかねえんだよ。信号信号信号、体制できてるよ。そんなもん。そんなもん、そんなもん、俺がお前ここで飲んだからって、この地域じゃこれ許されるから。警察なんて来ねえよ。警察来たら YouTube でやるよ。なんだよな、怒ってんだろうな。もう謝る部分は謝るよ。俺もハルさんにやりすぎたところは、でもハルさんも俺にやりすぎたところあるからな。俺のキャリア潰された 40% ぐらいハルさんだから。まあ 50% とは言わないけど 40% ぐらいはハルさんだよ。だから乗り越えちゃいけないところ乗り越えてディスっちゃダメって。よっさんとかでもそんなことしないからさ。今回さ、堀田みなみに対してもその関連会社にまでいたずら電話するように煽ったりしちゃうでしょ。あれはダメだよ。ユミナ略奪愛なんかしてねえよ。弁護士煽ったのも全部訴状載ってたよ。弁護士の氏名を明かして、でも春さんの気持ちもそうじゃなかったらハリスさんじゃないからな。いや俺が一番理解してるから、出てこいハリスさん、出てこいってマジで、笑い物なんかしない。だって今ハリスさん配信したら俺多分1時間で50万を稼ぐと思う。いいやん、それ全部賠償金に当ててやれば。なったら謝って丸坊主にしたら300万だよ。多分300万は飛ぶよ、アイテムは。
でも教えさんも一緒に丸坊主にしたら多分1000万ぐらい飛ぶよ。まあ1000万無理かな。いや俺も一緒に坊主するよ。俺ハリさんと一緒に坊主にしてもいいよ。ハリさんが謝るんだったら、謝れるんだったらね。だってあれハリさん悪いもん。そのチビハゲデブカッパとか今さらそんなもん、ハリさんのさチャームポイントを指摘されたことで今さらそれがなんか僕の心傷ついた、それはおかしい話やん。でもハリさんが今から坊主にするなら俺も一緒に坊主にするよ。で吉江も坊主にするし相原も全部坊主にする。でみんなで一緒に謝る。分かった、クリさんも、クリも坊主で、もう全員一も坊主にしてやるよ。俺が奈良に帰ったら、全身のところまで行って、東大阪行って、あいつの頭を坊主にしてやるよ。借金返さないんだから。あいつはクズだよ。クソ野郎、全員一。ギャンブルで金溶かして、初回の返済も、クリさんちょっと待ってくださいって。それおかしいだろ。ハルさんが言った通りやん。善一はクズって。YouTube に残ってるから。ハルさん言ってるよ。善一はクズだって。返す気もない。1万円も返せないのに、返せないなんて、返す気がないって。俺は月5万円の利息を払ってるって。ハルさんね。ハルさんは300万円キャッシングで、お金を、返してんだよ。俺がクズって、俺はクズ。いや、みんなクズだよ。いや、何が大ちゃん可愛いんだよ。あいつが一番甘えてるだろ。俺今回長トロン来るって言って、ケンさんに長トロ行くんで出資してもらえませんかって。3000円からでもいいんでって言ったら、お前なんかに出資しても面白くもないし見る気もしない、善一に出資した方がいいわって言われたよ。ウーバーイーツしてんのか今、してんのか今。全部ハルさんの言う通りだよ。要するにピラミッドの中で全員一が一番下だよ今。定期的に泣き芸して僕かわいそうね、右折禁止曲がっちゃったとかって言って切符切られたって言ってうーんとかって言ってで焼肉食ってんだぜその後。目覚ませ、全部フェイクだから。善一なんか全部フェイクだよ。ハリスさんだけはリアルだよ。見ろよこれ。今日なんかパチンコ行こうと思ったけど俺が一日いるからパチンコも行ってくれないよ。ハリスさん来た。え、ちょっと俺見れないから、ちょっと待って、一応タブレット持ってきたんだけど、ハズ来た。待って、ウサギ、嘘かよ、嘘書くなよ。
俺でも全配信者が今ハリさんはなんかな、あの YouTuber とかって言うけど、あのそのライバーの中でやっぱりすごい影響力あると思うよ俺は。だってみんなこんだけさ、俺みたいなもんに今700人集まってんだよ。普段300人ぐらいだよ、せいぜいなんか沸かせても300人の俺が700人いってるんだから、まあ、みんな気にしてるんだよ。ただな、財布の紐を握らないとな、どうにもならないこいつ。ヨシエさんっていうすごいファイナルウェポン持ってるくせに支出と収入のバランスが取れないから、俺ここさ、どうだ、1週間ぐらい特に春井さんの過去の学歴に関しての動画をずっと見てるん。春井さんね、筆算ができない、掛け算の筆算が。26×36 ができない。パチスロで当てるくせに。台形の面積も求められるのはもちろんだけど、台形の面積どころじゃなくて、その筆算ができない。26÷12とかができない。できないんだよ。はい、34号さん、今俺ビットしちゃったからブロックします。でもな、俺も同じようなもんだからな。どうやって期待値とか求めてたんだろうなと思う。掛け算と割り算できない。けどそれがさ、ハリさんのいいところだと思うよ。ハリさん、エヴァうち行こう。そのなんか勝ち負けとかじゃなくて、なんかインパクトモード気持ちいいと思うよ。俺なんか勝ち負け関係なく行ってるから。どうせもう家賃なんか払えなくても、どうせクリなんかも死ねとかも持ってるし、行こう、並んで打とうよ。俺カオルモードで行くから、アスカモードで行ってよ。一発告知とカオルで。警察呼べよ早く。いつ呼ぶんだよ。全然警察来ないよ。鳥がさえずり流してるぜマジで。どんだけ、警察呼べよ早く。静かなもんだぜ。チュン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 鳴いてるよ。あ、警察来た。これか。一緒に行くから。パチンコ打ち行くから。というかもしくはユニコーンだ。ユニコーンの方が台選べる。ならではユニコーンはもう飽きられてるから。
花火消えた。全然見てない。ごめん、花火来てないじゃん。来た？来てないよね。嘘書かないでくださいね。じゃあ機動隊呼べよ。ここに自衛隊を、自衛隊を呼んで守れよ。この先はだから晴れさんと一緒にあのパチンコで許可取って、あの許可の取り方を知らないから晴れさんが、うん、山田うどんで帰り山田うどん行くよ。俺は食えないけどね。じゃあそうそう行くか。花火なんか来てねえよ。見てないもん俺。来てないでしょこれ。来てるかこれ。来てないよね。来てない、うん、山田うどん一緒に謝罪しに行くよ。謝りに行くよ。ハリさんが今まで迷惑かけたこと全部謝りに行くよ。盗撮っていうのは人が恥ずかしいと思わないところを撮らなければ盗撮ではないっていう、ハリさんのあのとんでも理論。死ね。ケバブ屋さんにも謝りに行けない、行けないよ、うん、ハミーさんだろ。散々配信で利用したのに最後ぼったくりだって言って、じゃぼったくれたならその場で言えよっていう。いいんだよ、ハリさんなんか死んだ方がいいんだよ一回。あんだけ世話になったケバブ屋にぼったくられたとかって言ってんだよ。それも反省しろっていう。そんなこと言っちゃダメだよ。じゃあ行きますか。ちょっとイメチェンしてメガネもう一個持ってくればよかったよ。あと、子とかも来い。出てくるまで籠城した方がいいの？出てくるまで。出てこないもん。ほうがいいよ。パルパルとかじゃ、なんかどうでもなんかどうでもいいだろ。ハリさん、その賠償金なんか稼げるから普通に。この家のスペックフルに使ったらお釣りがいっぱい来るよ。だってさ、そんなさ、ヒカキン？
はじめ社長、レベゼン地球、その代わりいくらでもいるやん。代わりないもん、この家に。ねえ。なんだっけ、藤崎英二、なんだっけ、桐崎英二、あんな家族ネタさ、最初は面白かったか知らないけど、もうさ茶番になってるじゃん完全に、うん、クソやんあんな。関慎吾の足元にも及ばないじゃん。桐崎英二の最近の動画とか 見たことある？なんかショート動画とかでたまに流れてくるんだけど、クソでしょ。 妹がとかさ、母親とか親父とか、なんかいろいろおじいちゃんとかいろいろ使って、何本飲む、何本でも飲むよ。ハルさんが心を開くまで何本でも飲んでやるよ俺。俺死んじゃうよもうこのままだと。ヒカルもつまんない、ヒカルもクソつまんないよ。この家は本当のドラマがあるから、絶対面白いから。何が桐崎英二だよ、関慎吾だよ。光なんか何にも面白くないよな。春日さんはなんか光がどうのこうのつってるけど、お前の方が全然面白いよ。お前さんでも何でも通報しろよ。いや俺のリスナーさんでさ、何桐崎英二とか見て、うわーってキャーとかって言って、なんかコメント思わずコメント残したやついるの？クソだと思うよそんな。何にも面白くないでしょ。妹の iPhone を落としてみたとかって言って、今からお前の妹、お前の iPhone 落とすよって言って、あれなんか変なおじさん来た。こんにちは。どうしました？わかんない。なんかチワって言われた。
トロング流してきたんだよ。じゃあ行きますか。へえ、飯食わんの？俺飯食えない、うん、何も食べたくない、ずっと食べたくない。俺から行かんきゃ、うん、ダメなんか、うん、俺はハルさんから声かけてほしい、本当は。で、ちゃんとあのハルさんの気持ちはあると思うんだよ。堀田みなみとセックスしたかったんだけど無視されたとか、そういうのあると思うんだ。ポンちゃんでデートできるんだったら俺ならセックスだろって、その自信は分かるんだよ。でもハルさんブサイクだから、今日はそれを みんなハルさんファンがな、俺だけじゃない、俺ハルさんのファンが、ハルさんは正直ブスだよ。正直沼っぷに入るべきだと思う。今レベゼン地球ともなんかコラボしてるらしいぜ、沼っぷ。でもね、沼っぷってさ、なんかさ、ポンちゃんとかさださんとか野田通りとかなんか際物いっぱいいるけど、俺センターは絶対ハルさんだと思うの。なんかね、花がない、みんな沼っぷとかって言って、まあ確かに沼っぷだけどみたいな感じで、誰も相手にしない。ハルさんがセンターに入ったらほら口変わるよ。いや、席は入ってないで、もう席は絶対オファー入ってるから。だってあのさ、北海道の鉄人ジンギスカンと並べてもどっちがハリさんか分かんなくなるぐらい、それぐらい一個放ってるもん。いや、テレビ出演も来ると思うよ。やっぱり全然違うもん、スター性が。さあ、ポンちゃんセンターいけないもん。せいぜいスマップで言ったら香取慎吾のポジション、なんか奇抜な衣装着て、あ、なんかかっこいいなみたいな。でもスマップで、沼ップでセンター取れるのはハリスさんだけだと思う、俺は。でディスってんじゃない、それはいいことだからさ。ディスってんじゃないよ、これ本当に。忍法とか知らない。知らないけど勝てるの？え、そんなすごいの？ステータスあるの？ハルさん勝てる。ハルさんは精神も全部腐ってるぜ。見た目が悪いとか身長が低いとかデブとか
そのなんか障害者とかそういう全部乗り越えてるよ。その忍法ってやつは赤信号超えられるん？俺忍法わかんない、見たこともない、一回も見たことない、わかんない。忍法もやばい。あ、そうなんだ。相当じゃあ強者なのかもしれないけど、ごめん、俺はハルさん推しだわ。ハルさんは精神も全部全部含めてやばいから。配信歴、じゃあ忍法とハルさん配信歴どっちが長いの？ハルさんも10年以上だよ。で10年その初めの時から腐ってたよ。今のままの腐った状態を、それ普通腐ったらさすぐ捨てるやん。ずーっと十何年間ずーっと腐ったまま今にいるから。忍法って昨日今日腐ってるんだろ。死ね。ハリさん戦う、この前忍法奈良来て、奈良で何やったの忍法は。それはずっと僕の気持ちだけ、自分の気持ちだけを押し通してたから。そんなすごいの忍法って。ハリさん超えるのかな、見てみようかな一回。それヌバップの中でハリさん超えれる人いるの？ハリさん相当だよ、うん、相当沼だよ。勝てるって、こんな裁判勝てるって言って2年間言い続けて配信できなくなっちゃう。ハリさんより沼なやついるんか、ヌバップの中に。ポンちゃんとか雑魚だろ、クソ雑魚な。配信できなくなるほど追い詰められる沼っぽがいるんか。サートがちょっと背が高いだけだろ。こんな沼いるかよ。忍法ニコ生ですごい。そうなの？知らない、一回も見たことない。どこの人それ。長トロ来いよ、そんなのすごいんだったら。対決してみるよ、ビビるぞ。俺は最初に会った時にビビったもん。もうこの人は普通と違うって。だから自分の個人情報はできる限り伝えないようにしようって思わせるぐらいすごかった。忍法来いよ。なふわっちな、ニコ生でやってたらなんか偉い感じになってんじゃないの。全然違うから、この人は違うから。忍法ってすごいんだ。知らない、全然聞いたかと思うな。それ赤信号よりすごいの、それが聞きたい、うん、ハリさんはフェイクがないから。あのこの人ね、嘘はつかない。俺はねそれはずっと思ってるの、嘘はつかない。でも妄想が妄想を呼んで結果的に現実世界とかけ離れたところに行っちゃうことはあるけど、
でも嘘はつかない、嘘つきじゃないんだよ。この枠で、1800円ありがとうございます。いや、ハルさん嘘はつかない。本人の世界と俺らの世界にあの境界線があるだけで、それは昔からそう。だからハルさんのことを嘘つき呼ばわりするやつは俺はムカつく。ハルさんは嘘はついてはない。ちょっとずれてる。ちょっと微妙にっていうか結構 3段ぐらいずれてる時があるからフォローするのきついよね。では、次枠で YouTube でやる？で、右脇上げて、左脇上げて、せん。俺も、しんどい。はい、はい。